お、むいちゃん。むいちゃん、くりちゃん。くりちゃん、行こう。くりちゃん、どっち？決め顔で。決め顔。はい。決め顔、オッケー。亀甲縛りで鍛え上げられたボディに世の男性たちは釘付け。セクシーさじゃ負けるけど、違った魅力で風穴を開けます。栗山むいの勝負顔です。どうぞ。おお。おほほ、かっこいい。あらら、かっこいい。クリちゃん、おお、いいね。あ、いいね。足がかっこいい。セクシー。大丈夫？かっこいい。かっこいい。かっこいいわ。いいですね。これは芸術的でしょ。よしよし、褒美じゃ褒美。おお。わ、なんか。シルエットをうまく使うやつね。あ、かっこよかった。今のはかっこいいわ。さすがやってますもんね。そもそもね、すごいアイドルなり素晴らしい、いいお手本でしたね、うん、さあ次こんな感じよ。お、西野、西野行こう。決め顔の照明でサイダーやってもいいですか？え、は決め顔の照明でサイダーはダメダメダメだ、ダメだ、それはだからめんどくさい。うん、もう座布団持っていって、座布団。はい、次ライ行きますか。あ、お、岸、岸行くか。岸、決め顔、オッケー。岸の決め顔はね、めっちゃ期待しちゃうな。ティッシュ持ってきました。持ってきましたね。今、さっとティッシュ持ってきました。かっこいいですね、もう。かっこいいですね。すごいね、あいつは。スレンダーな妹的可愛らしさはマスカッツ1。可愛さ満点、度胸も満点。今夜は満点の勝負顔をお見せします。リーダーの意地を見せます。岸愛乃の勝負顔です。どうぞ。すごい見るよ俺それ。よかろよかろ。うん、褒美じゃ褒美。フィッシュな使い方。最高やなあれは。誰行きます？誰か行きますか？誰か行け、ほら。こんなに行かないことある？行け。あ、リオちゃん。リオ来た。リオちゃんは行きましょう。どっち？決め顔で。決め顔。リオの決め顔行こう。見たいね、うん、マスカッツ一抱きたい女はこの人しかいません。一瞬で男性を虜にする魅惑のクレオパトラ、リオの勝負顔です。どうぞ。